こんにちは、モノモースです。今日はちょっとしたニュースについて話したいと思います。それは、陸上自衛隊の射撃訓練場で起きた、ある隊員の行動について、皆さん、このニュースをご存知ですか陸阜市の陸上自衛隊日の基本射撃場で訓練中に隊員の男が発砲し、3人が死傷するという悲劇が起きました。その後、訓練が再開された初日に、ある隊員が報道陣に向けて中指を立てるという行為を行ったのです。さらに、その後には、ピスサインをする隊員もいたとのこと。これについて、木原防衛省は、大変遺憾だ、とコメントしています。 そして、今後は確認を進め、事実に基づき厳正に対処していくと強調しています。さて、ここで私の意見をお述べさせていただきます。まず、この隊員の行動は確かに不適切で遺憾に感じるのは当然です。しかし、それ以上に問題なのは、このような行動をとる隊員は存在する環境そのものではないでしょうか自衛隊は国民を守るための組織であり、その中の一員である隊員が報道陣に対して中指を立てるという行為は、組織全体のイメージを損なうものです。それは、自衛隊という組織の中で何かしらの問題が存在してい ている可能性を示しているとも言えますまたピッサインをした隊員についてもその行動は警察であると感じます訓練は再開されたばかりの時期にそのような行動を取ることは支障者を出した事件に対する経緯を書いていると言えるでしょう私たちはこのような問題をただ遺憾に思うだけでなく問題の根源を探りそれを解決するための手段を考えるべきですそれは真の解決策につながると私は信じていますそれでは今日はこのあたりで皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます次回も様々な話題について私の の意見を述べていきますのでぜひチャンネル登録をお願いしますそれではまた次回